スポーツクラブへようこそ。がっつり鍛えていくんでしょう。さて、ボスラッシュ。地獄の8連戦。このメンバーで行くぜ。今回はちゃんとお守りをこう戦い仕様に変えてきた。あと結構サボるからね、大桑の神入れとこう。はいはい。ボスラッシュ専用マシーン。一戦目はこのボスですよ。お、勇ましで並べとくか。力。超大ダメージ。どこかな。やけどしちゃった。あっつ。でもこのダメージ量なら放置してても何の問題もねえな。まだ開かねえのか。どっか一個に集中するべきだったな。お、正解。三つ股は友達にするまで結構戦った覚えがあるな。お、ゲージ完全。半分いったから戻るかな。こっち先か。大セットだ。これは全体攻撃じゃなかった、忘れてた。とんでもイボイボ撃、結構食らった。全体攻撃で顔出さしまおう。出たか。あぶれー。うちの雪姫はちょっとね、炎苦手だから後ろの方で。はい、外れー。勇ましい。決めちまったっていいんだぜ。キリュウさん、スピードアップ。もう戻っちゃうのか。悪い子いねえか。まだあかん。どうだ。お、ケイ。フィニッシュまで行ってくれよ。あと2発。よし、やらまー。もうダメだ、もうダメだ。地獄の底から蘇った奴らと8連戦、まだ始まったばかりだ。おのぼりクロトンじゃ。こいつはあんまり弱点狙わない方がいいんだよな。一発か二発ぐらい。一発。うん、この状態になると狙わない方がいいっていう。なんだ、弱点じゃねえか、こっちの攻撃ほとんど。これは勝ちはもらったな。おばあよりもジジイの方がいいわ。素早さ大の方が。ほら顔が。
で弱点を見せたな。で顔、よし楽勝だなこれは。あと2発3発ぐらい必殺技で決めてやるぜ。あ、決めれなかった。思いのほか弱くて決めれなかった。さ、ちゃっちゃと次に行こう。もちろん。こいつも、こいつはどうだろうね。こっちのメンバーの方がいいか。勇ましい。大物じゃ。大五郎。それ違うゲームでしょ。刀狩りいいな。ボスには取り付けいまいちだからな。倒せるか。倒してきたな。よし、大龍じゃ。そのまま正面から殴り合い。いいねいいね。次釣った時がお前の最後だ。全然来たね。まあそりゃそうか。でこれだけやらしといて、このまんま生ハゲの全体攻撃いっちゃった。立ってから取りたかったんだけどな。まあいいや、楽勝だし。大切だ。293、そんなに強くない。通常攻撃2回分ぐらいで、まあ、これもね対戦だと相手に回復の暇を与えず倒すとか結構意味あるんだけど、ただの普通のボス戦ぐらいだったら、必殺技に手間取ったら普通に2回攻撃してもらった方が強いっていう。フィニッシュ。まだ3戦目だぜ。普通の時と違ってアイテムが使えないプレス、はじめに必殺ゲージが溜まってないっていう。月影入。こいつ戦はちょっとたるいな。目を攻撃するのに必殺がないってのは。まず目を潰す。言ってることはえぐいよ。お許しよ。自分に乗り移ってばあさん。まずその目玉を潰してやるぜ。勇ましい。 あれれ、目が。2回目はあれだね、必殺溜まってるから余裕だな。一発ぐらいかな。できれば刀狩りでやってほしいな。ダメだった、キリュウハンじゃなかった。あ、目治んの早っ。
よぼよぼだ。さらに、狙う。ゲージ来てるね。はい、あとは少しの間。チャージ完了。大切断。自信は食らうんだ。両目閉じてでも、まあ揺らすだけだし。めめめ。じいさん睨まれすぎだぜ。さくらたん。デコピン。地震起こりすぎ。もうこれで決めるぜ。あとは任した。飛竜は殴れ。よし、刀狩り。あとはそのデコの傷をボコボコにしてやれ。当たらん当たらん。デコピンチ、お前はモンスターファームのゴーレムか。だが自信は食らう。それは当たらん。フィニッシュ。勝利。次のバトルへ。5戦目はこのボスですよ。やっと折り返しか。こいつは弱い。勇ましい。心チェンジ。心変わりってやつだね。呪われすぎだよ。あ、外した。無駄に回復させちゃった。せっかく隙だらけにするチャンスだったのに。内臓がないぞ。これとこれとこれ壊して、いやーつっても妖力だから、まあ別なくてもいいんじゃないかな。通常攻撃でいいし。失敗させよう。そしたら隙だらけだ。お、超ラッキーだ。経験値経験値。あー、お世話で自然に回復するからね。楽勝だ。
なんか自然に人ポイント減ってない？増えてんのか。お世話だよな。楽勝。240GP でーす。6000名国宝影政。こっちかな。まずは剣からやる。真っ向から戦う。できれば気流班が剣を追ってほしいな。よし、刀が、あれ？ただのクリティカルか。そろそろ壊れそうなんだけどな。よし、刀のゴリ。さらに技も OK。クワゴー、クワゴー、満開だ。素早さダイアップ、大切ダーン。さらにそのまま通常攻撃、亡霊の呪い。とっとと裏に帰って直しとけ。よし来た。殴れ殴れ。300、凄まじいダメージ。あれ、これ確か氷弱点じゃなかったっけ、こいつだよな。でも同じぐらいなんだよ。ちょっとずれてたな。もうあとほっとくだけだな。することないな。これだったらこのメンバーの方がいいか。いや、力大アップになった。さあ、多分倒しきれないから一発2連覇つかまして、蘇る方法。おらおらおら、割と食らうぜ。だが所詮割と食らう程度。ガードだと。ナイス。悪いグイニーグ。もう終わったな。勝利じゃ。まあ楽勝だよな、レベル99だし。よっ、これもこっちの方がいいかな。かっかっかっか、これがめんどくさいんだ。痛すみ。こら、俺のモニターまで攻めるんじゃねえ。白の衝撃、何もプラス効果ねえよ。いてつく波動だろ、いわゆる。ビクビク。そんな言うほど絡めて上がってないから。ゲージ回復。
間に合うかな、間に合ったな。お払い本体狙い、本体チンチンチン。ほらもう出たぜ。ドリル触手イカスミ、ばっちゃん回復しとけ。直しては乗り移られての繰り返し。まあ食らっとけ。もう一丁。ああヒゲがなくなっていた。腹流れしたかったんだが、色が変わった。雷は食らうな。目は回らんぜ。あっつい。もう取りつかれてばっかだよ。イカズチは食らうね。うまいこと刀狩りにも合わせられないし、治っちゃったらやめよう。これは打っとくか。これを打たなくてよかったか。交代交代。あと1回治ったらその頃には終わるだろう。勇ましい召喚連打だった。もう決めちゃって直すのめんどくさい。こう超ラッキーを待つ。よし、さて最後8戦目。このボスですよ。はい来たー。こっちの方がいいか。キリュウハンがゲージ上がるかもしれない。ほら刀狩り、ドン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 ドロハン。そろそろ顔見してくれてもええ頃やで。刀狩り、さあどっち。術の方だな。
ナイス。あれ？物理の方？ルームアイ、物理の方だ。ちょっとぞ、そればっかり勘弁。さあ、手直される前にちょっとでも殴るんだ。またすか。あ、チェンジ来た。はい、こっちもチェンジ。こういう時食らわない、なぎさはんは便利でええわ。技これ長いんだよな。お、間に合った。あれ、間に合ってなかった。キャンセルしたけど物理攻撃は効かないんですけど。キャンセルさせたら好きだらけ。まあちょっとでもダメージ与えとって。グググーン。今からお前のマラソンしないといけないのかと思うと。ゲージもらっておきます。なかなか術から変わらんだ。また来た。大滝の術。行ったろ。よし。じゃああとはちょっと間放置だね。することがない。術を使え、術を。全然チェンジしないな。ドンドドンドンドドン。よし、大切断で決める前に多分終わる。いや、出せたか。大切断。いや、楽勝だったね。おめでとうございます。地獄の8連戦クリアです。 8400GP です。初クリア記念としてプラチナのこけし、またの挑戦お待ちしております。やるね君、びっくりしちゃった。ついでに大辞典もう一個解放しとこうかな。行くぜ。紋章が光り輝く。レジェンド召喚。ぶったまげんど。僕のうんちく聞きたい？じゃあ友達になろう。うんちとクマとうんちくの混ざった妖怪。うんちく
うんちくま。ニックネーム、うんたろトリビアン博士下品クマ。なん決まってんじゃねえかよ。お前は今日からクソ野郎だ。ふう。どんなパラメーターでも見せてごらん。力が強い、力型、うんちく、敵味方全員の妖術の属性がなくなる。死神の術と通常攻撃。通常攻撃そんな強くないな。敵全体にダメージを与えて混乱させる。悪くはないけど、あまりボス向きなわけでもないな。いや、ひどいね、うんちくま。